皆さんいかがお過ごしでございましょう。ガッセイワタッツァレイワタッタでございます。ということで、今日のテーマはですね、質問です。クエスチョン、これがテーマです。よくあるんですが、クエスチョンとプロブレムの違いは何だっていう、ね、両方とも問題じゃねえかって言うんですけども、これ意味がまあ違うんですがね、ここではクエスチョンという意味の質問を問い上げます。まず A さん、こういうふうに言いました。 I got a question for you. I've got a question for you. What is your nickname? What is your nickname? というふうに A さんが言いました。 B さん、まずそれに対してこう答えます。 It's a magician. It's a magician.こういう風に答えました。で、これに対して A さん。Here's the next one. Here's the next one. こういう風に言いました。これに対して、じゃあごめんなさい。これに続けて。What does magician mean? What does magician mean? こういう風に言いました。これに対して B さん。Could you say that again, please? Could you say that again, please? こういう風に言いました。ということで、今日の一言表現は A さんが言いました。一番最初に言った一言です。 I've got a question for you、 この表現になります。あなたへ質問がありますという意味ですね。question for you、 あなたへ質問があります。 I've got、 私は持っているということで、あなたへ質問があります、質問があるんですという意味ですね。で、その後に何度も質問の言葉が何個か出てるんですが、どんどん読んでいきましょうね。じゃあ A さん、まずこういうふうに言いました。 I've got a question for you、 質問があるんです。 What is your nickname?もうもちろんわかりますね。ニックネーム、あだ名は何ですか?あなたのあだ名は何ですか ?What is your nickname? というふうに言いました。で、これに対して B さん。It's a magician. マジシャンですよ。こういうふうに言ったわけですね。マジシャンっていう呼ばれてると。で、A さん。Here's the next one. これです。これがもう一つのネック。じゃあ次の質問です。という意味ですね。Here's the next one. この表現で、じゃあ次の質問です。ということになります。ですから、What does magician mean? と言ってるわけですから、これはまあ、マジシャンってどういう意味ですかっていう意味ですね。ですから、そういう、Here's the next one、そういう質問があるわけですね。で、それに対して B さん。Could you say it again? で、ごめんなさい。Could you say it again? Please? この表現なんですが、これはまあ、なんて言ったのか聞き取れなかったっていう意味でもありますし、まあ、とにかく、もう一度言ってくださいという意味ですね。Could you say it again? Please? この表現は、まあ、ちょっと丁寧な、もう一度言ってくださいという言葉だったりします。ということで、今日は、I've got a question for you. 質問があるんです。これを取り上げてみました。また明日。